おはよう。たまにはな。ん？まあな。少しは真面目になろうと思って。前々から思ってたが、君は僕に対して多大な誤解があるようだな。そうだな。悲しいことだけど、その通りだ。僕は分かり合いたいと思うよ。そう思うからこそ、人と人のつながりも生まれるんだ。もう嫌だ！もう嫌だ！いつまでもそんな顔してるユウは大嫌いだ！気づいてるか？君は今にも死んでしまいそうな顔をしてるぞ！君がそんな、いつまでも沈んでいたら、あの子だって、あの子だって、謝るな！僕に謝ってどうする？泣いてなんかいるものか。泣かなきゃいけないのは言うだろう。どうして君は泣かないんだ。すまない。一番悲しいのは、ユウなのに。君の前で、泣くべきじゃないよな。鍵？屋上。どうして優が鍵なんて持ってるんだ？そうか。ありがとう、優。優。一つだけはっきりさせておきたいことがあるんだ。そうか。
ちゃん。だって、そう呼びたいんだもん。お兄ちゃん、お絵描き上手だね。勝手にお出かけしちゃいけないんだよ。でも、お兄ちゃんと一緒に行きたい。もうすぐ、お別れしなくちゃいけないの。お兄ちゃん。お兄ちゃん、お姉ちゃんのお友達、だよね。え？あ、それは、さゆりちゃんが、友達が呼んでくれてたの。私、何もできなかった。ね、私、施設を出るの。うん。うん。お姉ちゃんがね、お姉ちゃんが、女の子はいつもニコニコしてなくちゃダメだって。だから、私は泣かないんだよ。私、ごめんなさい。
兄ちゃん。お兄ちゃん、泣いてるの？お兄ちゃん、お姉ちゃんのこと、好きだったの？いつまでも日村先輩っていうのも堅苦しいなぁと思いまして、これから一緒に暮らすわけですし、できれば昔みたいにゆうくんって呼びたいんですけど、いかがでしょう。あれはほら、からかってただけですから。ありがとうございます。ゆうくん。呼んでみただけです。始まりは何だったのだろう。徐々に薄らいでいた記憶が目覚めていく。
確かそう。こんな何気ない一言。どうかしたんですか？私は施設に預けられてから、それまで人とまともに口を聞いたことがなかった。うるさいんだ。みんなうるさい。うるさい。うるさい、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 うるさい。どうして泣いてるんです？でも、その人の声だけは違った。言葉そのものはありふれていて、むしろ一番嫌いなものだったのに、胸の奥の寂しい気持ちに引っかかる。綺麗な声だった。だから、泣いてない。その人の前で泣いてはいけないのだと、無意識に理解した。もうとっくに終わっていたのに、私は思わず顔を上げてしまったのだ。それが私と天宮優子さんとの出会いだった。ねえ、もっと綺麗な声を聞かせて。教会の前で。教会の前？教会の前をうろうろしちゃダメだって、先生が。車も通るから危ないって。遊ぶなら公園で遊びなさいって。それはそうですね。ふと、優子さんが小首をかしげる。どうしてミキちゃんは教会の前なんかに？そんなの私の勝手だよ。もしかして、私を待っててくれたんですか？違う、うん、寂しかったの。一人は嫌だったの。そうだ、あなたにプレゼントがあったのに、どこに行ったのかしら。そんなのいいから！後で探しに行きましょう。そんなのいいから！ミキ、いけませんよ。そんな顔してちゃ、女の子はいつも、ニコニコ笑ってるのが一番です。わかりました。約束します。だから、いなくならないでください、優子さん。花がすぐにしおれてしまいそうですね。私は、教会のすぐ前の道路を見渡した。ここが何？死んだ両親とか、以前の葉山瑞希に持ってきたんじゃないのか？違います。これは、天宮優子さんにです。本当の場所に手向けたかったんですけどね。お前は、お前は、誰だ？そこに、まるであの日のクゼさんのような、もっともっと暗い目をした日村さんが立っていた。命が謳歌する夏の日差しの中、そこだけが光を拒むように、黒く存在している。無意識に、足が下がりそうになった。懺悔したいことってなんだ？質問というより、質問の口調で、思わず、喉を鳴らしてしまう。私は、この教会に引き取られて、言葉が詰まってしまう。日村さんは真剣な目で私を逃がさない。何か、この人にとっても、大切なことなのだ。だから、私は、大きく深呼吸して、気持ちを落ち着かせた。私は、人間が怖くなっていたんです。誰かが私に触れようとするたびに、手が伸びてきて、私の首を絞めて、海に引きずり込むようで。あの頃は、思い出すと辛くなるけど、今でも、あの時代に抱いた恐怖は、頭の片隅にこびりついている。私のかけら、学校にも行けなくて、そもそも施設にいた親代わりの人も怖くて。
実の両親に殺されそうになって、他人なんてもっと信用できなかった。半年間、挨拶一つできなかった。食事も一人じゃないと、胃が受け付けなかったんです。誰かがいると吐いてしまって、動けなくなって。そんなだから引き取り手もなくて、ずっと教会に閉じこもっていました。季節は夏から冬へ。そんな時、あの人に出会いました。どうかしたんですか？私が今、こうして笑っていられるのは、すべてあの人のおかげなんです。そんな人が、私をかばって死にました。私の代わりに、釣り合う価値なんてない子供を助けた。でも、だからこそ、私は震えるわけにはいかないんです。頭を下げるわけにはいかない。自分に価値や意味がなくても、あんなに綺麗な人の代わりだなんて、無理だろうけど。それでも、あの人に追いつくために、私は頑張りたいから。私は、この世界で最後まで戦おうと決めたんです。最後まで笑っていようと、決めたのだ。それに、優子さんだけじゃありません。私には目標にしている先輩方もいます。ある人は、夢を叶え続けるために、大切なものを守るために、困難な道を選び取る大切さを教えてくれました。ある人は、傷ついても再び立ち上がる勇気を教えてくれました。あいつも、どうしようもないと誰もが諦めるような状況から、一筋の希望をつかみ取ったんです。私の中にも、その思い一つ一つが生きています。もちろん、そこに完全な答えはありませんでした。自分の幸せのために、誰かを泣かせてしまうこともあるし、人を思いやるからこそ、傷つけてしまうこともありました。でも、そんな不完全さも、やっぱり一つの欠片なんです。そういうものからも、私は目をそらしちゃいけないんだと思いました。正しさと愚かさ、強さと弱さ、夢と現実。そういうのは多分、羽のようなものなんです。一枚だけじゃダメなんです。二枚が揃うことで、本当に羽ばたくことができるんだと思います。人が、一人の力でできることには、限りがあります。でも、私はそれでよかったと思います。この不完全な世界に生まれてきてよかったって。心の底から。だって、一人じゃ寂しいからこそ、人は誰かを求めることができるんです。多分、優子さんもそうだったのだろう。天使のように美しかったあの人にも、私の知らない人間の姿があったはずなのだ。そして、おそらくクゼさんも。そうか。私はそこで、ようやく気づいた。クゼさんは、あの人こそが、優子さんに似ていたんだ。だから、あれ？ふと、最初の質問を忘れてしまっていた。そもそも日村さんは、私に何を尋ねていたんだっけ？とにかく、私も優子さんみたいに人の役に立ちたいんです。以上。最後が間抜けだと思ったが、それが私の心にあるもの全てだった。日村さんは厳しい目のままで、私に手を伸ばして、首を、
腕を下ろして盛大なため息をつく日村さんに、今度は私がほうけた顔をしてしまう。くそ、チキショウ。もう割り切ったと思ってたのに。前髪をかき分けて、彼は青空を見上げる。あの男の気持ちが、今頃になってわかるってわけかよ。不発弾みたいだな、これは。どっちにしようか迷っちまうなんて。甘いな、俺も。お前がそれを望んだんなら、もう、いいよな。許す。ポンと軽い感じで、日村さんが私の肩元をノックした。唐突なことに理解が及ばなかった。懺悔だったんだろ。え？あ、はい。それなら、俺の役目は許すことだ。人間の罪は、人間が許すものだからな。どこか悲しげに笑って。もうそれも背負うな。ここに、花束と一緒に置いていけ。はぁ。なんで日村さんにそこまで言われなくてはいけないのか、わからなかったが。でも、どこか安心した。この人にそう言ってもらえるなら、なぜか全身から力が抜ける。あと一つだけ、訂正というか、補足をしておく。いつもの仏頂面に戻って、彼は視線をそらした。誰かを幸せにしたかったら、まず、自分が幸せになれ。それが一番大切なことだ。あ、ラジャー、なんとか頑張ります。それと、クゼをどうにかしろ。え？俺はあいつと青春する気はないからな。どうしてしまったのだろう。日村さんはニヤニヤと、なんだか彼の方がつきものが落ちたみたいに総合を崩していた。花をくれないか。え？ああ、どうぞどうぞ。ざっと見渡して、息の良さそうな花を日村さんに差し出す。それを受け取って、彼は苦笑しながら言う。もう一本いいかな。小さいのでいいんだけど。日本であることに意味があるのか。日村さんはくるくるとそれを回して鼻に寄せる。いい匂いだ。うわ。どうしたの？いえいえ、めっそうもない。あまりにもかっこよすぎて鼻血が出るかと思った。人を寄せつけないような雰囲気があるのに、その分ちょっと感情を出すだけでこの人はとてもかっこよくなる。でも、どうして急に花なんて、毎年持ってきてたとか？いえ、ただ、千尋先輩の手帳のことを思い出す。そんなことはありえないと知りつつ、元和の教会に雨宮優子さんがいるって話があって、そんなことあるはずないのに。でも、みんなが出会ってるんです。雨宮優子さんに。私は熱せられた石畳に手を当てて、少しでも冷ましてから、そこに花束を手向けた。花は、もうしおれかけていた。祈りを捧げるために目を閉じる。ずっと、誰かを待っているんだって。